そんなことをして何になる。お前は自分の力を過信しすぎたようだな。一つだけ言ってもいいか。過信しすぎたという言葉はない。過信というのは自信を持ちすぎたという、もうすでに過ぎてるんだ。そんなこと言って後で後悔しても知らんぞ。後で後悔という言葉もない。後悔というのは後で悔やむと書いて後悔だ。後という意味がもう入ってる。ちょっとぐらい重複してもいいだろう。重複だ。俺はそんな日本語が大嫌いなんだ。待ってくれ。最後に妻に俺の伝言を伝えてくれ。伝言はすでに伝えてある。こういう日本語を聞くと頭痛が痛いぜ。